そ家の子労働を召し集めて表情す。そもそも義仲一点の君に向かい立てまつりて戦には勝ちぬ。首相にやならまし、法王にやならまし。首相になろうど思えども、わらわにならむもしかるべからず。法王になろうど思えども、奉仕にならむもおかしかるべし。よしよし、さらば関白になろう。と申せば、手書きに愚せられたる大武謀革命申しけるは、関白は大食官の恩末、藤原氏こそならせたまえ。殿は源氏で渡らせたまうに、それこそ家内候まじけれ。その上は力及ばず。とて院の御間屋の別当におしなって、丹後の国よぞ治行しける。院のご出家あれば法王と申し、首相のいまだ恩元服もなきほどは、ご当業にて渡らせたまうを、知らざりけるこそ歌てけれ。先の関白、松殿の姫君取り立てまって、やがて松殿の婿におしなる。同じき11月23日、三条の中納言友方の京をはじめとして、慶尚雲閣49人が官職をとどめて、おっこめ立てまつる。平家の時は43人をこそとどめたりしに、これは49人なれば、平家の悪行には超過せり。去るほどに木曽が狼藉沈めんとて、鎌倉の先の兵衛の助頼朝、舎弟カバの患者範頼、九郎患者義経を差し伸ばせられけるが、すでに宝十字殿焼き払い、院討ち取り立てまって、天下暗闇になったるよし聞こえしかば、僧のを登って戦すべきようもなし。これより関東へ司祭を申さんとて、尾張の国熱田の大宮司がもとにおわしけるに、このこと訴えんとて、北面に将来ける宮内宝眼金とも、島内左衛門時なり、尾張の国に馳せ下り、このよしいちいち次第に訴えければ、苦労温蔵し。これは宮内宝眼の関東へ下らるべきにて候ぞ。司祭知らぬ使いは返し問われるとき不審の残るに。とのたまえば、金とも鎌倉へ馳せ下る。戦に恐れて下人ども皆落ち失せたれば、嫡子の宮内所金持ちが
十五になるおぞ、ぐしたりける。関東に参って、このよし申しければ、兵衛の助、大きに驚き。まず、鼓方眼友康が、不思議のこと申し出して、御所も焼かせ参らせ、高層基礎をも滅ぼし立てまったるこそ、奇怪なれ。友康においては、すでに異直のものなり、召使わせたまわば、重ねて御大事、いでき将来なむず。と、都へ早馬をもって申されければ、鼓方眼鎮前とて、世を日についで馳せ下る。兵衛の助。しやつに目な見せそ、愛しらいなせそ。とのたまえども、日ごとに兵衛の助の太刀へ向かう。ついに面目なくして、都へ帰り上りけり。後には、稲荷の変なるところに、命ばかり生きて、過ごしけるとぞ聞こえし。木曽様の神、平家の方へ使者を奉って、都へ御上り候らえ、一つになって東国攻めむ。と申したれば、王位殿は喜ばれけれども、平大納言、神獣納言。さこそ、よ、末にて候とも、義仲に語らわれて、都へ帰りいらせたまわんこと、しかる病も候わず。従前帝王、三樹の神器を対して渡らせたまえば、兜を脱ぎ弓をはずいて、後任にこれへ参れ。とは仰せ候をべし。と申されければ、この様を御返事ありしかども、基礎、用い立てまつらず、松戸の入道殿のもとへ基礎を召して、清盛公は、裁かりの悪行人たりしかども、期待の大前言をせしかば、ようもおだしゅう、24年保ったりしなり、悪行ばかりで世を保つことはなきものを、させるゆえなくとどめたる人々の感度も、皆許すべき。よし仰せられければ、ひたすらの荒恵比寿のようなれども、従い立てまって、下官したる人々の感度も許したてまつる。松殿の御子、諸家の殿の、その時はいまだ中納言中将にてましましけるを、基礎が計らいに、大臣摂政に成したてまつる。折伏大臣赤ざりければ、徳大寺の左大将、執定公の、その頃、内大臣でおわしけるを借り立てまって、内大臣に成し立てまつる。いつしか人の口なれば、
新摂政殿おば、かるの大臣、とぞ申しける。同じき十二月十日の日、法皇は御城内裏を出でさせたまいて、大膳の大部成忠が宿所、六条西の当院へご行なる。同じき十三日、歳末の御司法ありけり。そのついでに、叙位地獄行われて、基礎が計らいに、人々の感度も思う様になしを聞けり。平家は西国に、兵衛の助は東国に、木曽は都に張り行う。前巻五巻の間、大毛が世を討ち取って、十八年治めた利子がごとし、四方の関々皆閉じたれば、公の御付き者をも立てまつらず、私の年貢も上らねば、教授の上下の諸人、ただ小水の魚に異ならず、危なながら年暮れて、寿永も見とせになりにけり。